ハラルト・ベルテは、ドイツ、ベルリン在住のプログラマーである。フリーソフトウェアコミュニティにおいて、ベルテは、リナックスカーネルハッカーとして、そしてソフトウェアの利用の自由を守るライセンスである、GNU ゼネラルパブリックライセンスの強力な支持者として有名である。ベルテはまた、オペンモコリナックスプロジェクト、ネットフィルター、 イプテブルズプロジェクトなど多くのフリーソフトウェアプロジェクトに参加している。彼はカオスコンピュータクラブの活動メンバーである。2007年までベルテはネットフィルター、イプテブルズプロジェクトの責任を負うコアチームの議長を務めていた。彼はまた UCP、オーバー SSL ハウツーの作者としてクレジットされており、ユーザー、モードリナックスプロジェクト、 米国の暗号輸出規制の影響を受けないインターナショナルエンクリプションの暗号化ルーチンを Linux カーネル内に作成するプロジェクトなど多,多数のプロジェクトへの貢献を行っていた。ベルテは GPL の条項に違反しながらも起訴されていない違反者を法廷に引きずり出し提訴するための組織。 gpl-violations.org を2004年に立ち上げ、GPL 違反者を炙り出す活動を積極的に行うようになった。ベルテはフリーソフトウェアを利用するスマートフォーンプラットフォームの作成を行うプロジェクト、o p e n m o o の先導システムアーキテクトに就任した。このプロジェクトでは Linux カーネルを採用し、XORG サーバーを利用し構築された。 グラフィカルユーザーインターフェース環境、そしてその上で動作するマッチボックスウィンドウマネージャーを搭載している。またオパニンベレドビルドフレームワークと一服具パッケージ管理システムがソフトウェアパッケージの作成と管理を担っている。しかしながら2007年ベルテはオペンモコプロジェクトからの脱退を突如発表した内部対立とモチベーション低下が原因である。彼はその後もプロジェクトに ボランティアとして貢献し続けている。2008年3月19日、フリーソフトウェア財団は2007年のアワードフォーザ、アドバンスメントオブフリーソフトウェア賞をベルテに送ると発表した。贈呈理由について FSF は次の通り述べている。ベルテ氏の Linux カーネルや o p e n o モバイルプラットフォームプロジェクトなどへの技術的貢献。 そして2004年から開始された GPL-VIOLATIONS.org プロジェクトにおいて100を超える GNU ゼネラルパブリックライセンス違反事例の是正を成功裏に成し遂げフリーソフトウェア利用者の自由を守った市のコミュニティリーダーシップに対し受賞委員会はその両方を称え本賞を贈ります2008年7月22日ベルテは2008年の Google オライリーオープンソースアワードの権利の擁護者賞を受賞した。本賞はベルテの GPL-VIOLATIONS.org における取り組みを称え、クリス・ディボナにより初めて設けられた。2008年7月25日、ビアテクノロジーズはベルテをオープンソースコミュニティとの橋渡し役として同社に迎え入れることを発表した。ビアによると彼の役割は 同社のオープンソース戦略の再編成と同社製品の Linux サポートの強化への手助けであった。ベルテはまた、ビアが Linux カーネル開発の標準そしてベストプラクティスに乗っ取りドライバを開発し、同社の技術関連文書の品質を向上させ、より透明性を増すようにし、オープンソース開発コミュニティとの相互交流をより良い方向に向けるための助けを行った。 ありがとうございます。